天平の薬病大流行は天平7年から同9年にかけて奈良時代の日本で発生した天然痘の流行。ある推計によれば当時の日本の総人口の25-35%に当たる100万150万人が感染により死亡したとされている。天然痘は735年に九州で発生した後全国に広がり首都である平城京でも 大量の感染者を出した。737年6月には、薬病の蔓延によって、朝廷の政務が停止される事態となり、国政を担っていた藤原四兄弟も全員が感染によって病死した。天然痘の流行は738年1月までに、ほぼ収束したが、日本の政治と経済、及び宗教に及ぼした影響は大きかった。日本の中央政府は、 発生期初頭までに中国に習った薬病のモニタリング制度を導入しており、国内で薬病が発生した際には朝廷への報告が常に行われるよう公式例で定めていた。この制度の存在により、735-737年に発生した薬病の際にも詳細な記録が残されることとなった。それらの記録は俗に本北の資料に残されており、 流行した薬病が天然痘であったことを伝えている。天然痘は735年、太宰府管内である九州北部で発生したと記録されている。平安時代末期に書かれた歴史書によれば、735年の流行の感染源となったのは野蛮人の船から薬病を移された一人の漁師とされている。一方で、発生地から見て、 県白木市もしくは県投資が感染源である可能性が高いとする見方もある。735年8月までに九州北部では天然痘が大流行しており、事態を受けた多宰府は8月23日、館内の住民に対する当年度の税の一部を免除するよう朝廷に要請し、許可された。翌736年になっても九州での流行は続き、 農民の多くが天然痘により死亡、もしくは農地の放棄に追いやられ、収穫量が激減したことで基金が引き起こされた。736年2月、聖武天皇は新たに使い白木氏を任命し、4月には安倍津熊楼団長とする施設団が平城京を出発した。施設団は九州北部を経由して白木に向かったが、一行はその道中で、 天然痘に感染し、随院の行きたくまんは白木に到達する前に、息で病死した。その後、大使の安倍津熊炉も、白木からの帰国途中に、津島で病死し、残された一行が平常系に帰還すると、本州にウイルスが持ち込まれ、737年には天然痘が全国的に大流行することとなった。737年6月には、 平常形で官民の大多数が罹患したため、朝廷が政務の停止に追い込まれる事態となった。737年7月には、大和国、伊豆国、若狭国、伊賀国、駿河国、長門国の諸地域が相次いで天然痘の大流行を報告した。737年8月には流行の拡大を受けて、税免除の対象が九州だけではなく、 日本全国の地域に広げられた。737年の流行は、庶民だけではなく全ての階級の日本人を襲い、死亡した多くの貴族には、藤原ムチマ藤原ふささ藤原馬会、藤原麻呂という当時の国政を担っていた藤原氏の4兄弟も含まれていた。天然島の流行は738年の1月までに、ほぼ収束した。 日本史の研究者、ウィリアム・ウェイン・ファリスが、小僧因文書に残されている、当時の小税帳を利用して算出した推計によれば、735-737年の天然痘による日本の死亡者数は、当時の総人口の25-35%に達しており、一部地域ではそれをはるかに上回る死亡率であったという。ファリスの推計に従えば、 この時期の日本では100万150万人が天然痘によって死亡していたことになる。なお、累呪府、戦勝という大乗寒布、戦時などを集めた書物の中に、天平9年6月26日付の大乗寒布が一通収録されている。大乗寒布東海東山、北陸山陰山陽南海等々を諸国し、薬病治療法及び禁ずべき、食物等のこと、 7か条今回の薬病は赤搬送という。発熱時の症状は起こりに似ていて、発熱後3、4日、あるいは5、6日で発疹し、草の出る期間も3、4日続く。患者の全身は焼けるように熱く、しきりに冷水を飲みたがるが、決して飲ませてはならない。草が出終わると熱も引くが、下痢が併発する。治療しないと出血する。 出血は発病当初からの場合もある。併発する症状は4種ある。咳、嘔吐、吐血、鼻血である。これら合併症よりもむしろ下痢に注意すべきであり、以下のような治療を加えねえばならぬ。布、面で腹、腰を巻き、必ず暖かくしておく。冷やしてはいけない。百姓たちは、どうせ力な寝具もないだろうが、患者を地面に寝かせておいてはならない。 床に敷物を敷いて寝かせるように。重湯やか湯や泡汁は温かければもちろん冷えても良いから与える。鮮魚、冷肉、果物、イクノナはいけない。特に生水、氷は固く包むように。下痢を起こしたらニラや木を煮て大量に食べさせると良い。血便や入場瓶が出たら餅の粉と米粉を混ぜてに1日に2、3度飲ませる。下痢が止まらなければ 5、6度に増やす。もち米やウルの乾燥米で、かゆを作ってもいいが、その場合も必ず細かく砕いてからかゆにするように。およそこの病気は、食事を嫌がるものだが、無理しても食事させなくてはならない。また、海松を炙ったものや、岩塩ではなく、粉にした塩をたびたび口に含ませると、口や舌が荒れても、結果が良いようである。回復後も20日間は、鮮魚。 霊肉、果物、イクのガを摂取してはいけないし、生水、水浴、防治の類や、風雨の中を歩いたりすることも慎むように。もしこの注意を守らないと、必ず格乱になって、下痢を再発する。これを、生発、老発というのだが、そうなったら、いよいよ、偏弱のような中国古代の名医を連れてきても、手遅れである。恥ずかすぎれば魚も肉もいい。 ただよく炙ってから食べる。カラアワビ、カツオ、肝肉の類もいいだろう。しかし、サバやアジはたとえ干物でも止めておくように。燃料もいけない。いける、蜜、などはいい。およそ薬病を治そうと思ったら、岩薬、山薬などを求めて飲んだりしてはならない。もし熱が引かなければ、人参湯だけは飲んでもよい。この4月以来、平常形。 機内はことごとく薬病に伏せっており、死亡者が続出している。諸国の百姓も定めて、被害甚大だろう。よって、以上のごとく、注意を過剰書きにして諸国に伝達する。この官府本文は到着次第国画で移し取り、本文は軍事の主張、以上一人を詩人として、直ちに隣国へ送付し、止めたいさせてはならぬ。また国史は所管の国内を巡行して、 百姓にこの内容を告示せよ。もし百姓のうちに、重湯やかゆにする米のない者がいたならば、国士は、小税の蔵を開いて信号し、その使用量は記録して、大乗官に報告せよ。なお、この官府は、大乗官の発行した成分であるから、会員を押しておく。官府到着次第、実行せよ。以上のように、大乗官は薬病についての心得を、国士を通じて、 全国の百姓に周知徹底させようとしており、この文書を全国の書道に復写し、発送している。東大寺大仏殿。ルシャナ仏像は、天平の薬病大流行の後、聖武天皇の命によって建立された。政権を担っていた藤原四兄弟が相次いで病死した後、彼らの性的であった立花処刑が変わって、国政を取り仕切るようになった。彼の政権では、 苦行は合計7人で各市一人ずつとなった点が注目される。天然島の収束から数年後には農業生産性を高めるため農民に土地の使用を認める根田永年資材法が施行されたが、これは薬病によるダメージからの回復を目指す社会復興策としての一面が強かった。当時、災害や薬病などの異変は 遺跡者の資質によって引き起こされるとみなす風潮があり、天然島の流行に個人的な責任を感じた、聖武天皇は仏教への期限を深め、東大寺及びルシャナ仏像の建造を命じたほか、日本各地に国分寺を建立させた。ルシャナ仏像を駐造する費用だけでも国の財政を破綻させかねないほど巨額であったと言われている。天平の薬病大流行の後、日本では、 数世紀にわたって天然痘のエピデミックが繰り返されることとなった。しかし、10世紀を迎える頃には、日本人にとって天然痘の流行はエンデミックと化しており、735、737年のような壊滅的な被害が出ることはなくなった。2017年発表の沢田東子の歴史小説、過剰は、737年の天然痘大流行を、 題材にしたものであり、第158回、直木賞の候補作となった。ありがとうございます。